最近、チルドルブという特殊なガンプラが再販された。この辺、同人小説をちょっと書いた存在としては大変に喜ばしいわけだが、こういう感じで、そのモビルスーツの認証幅、それを膨らませるとき、それはその市場規模にダイレクトに反映する。理解として。だからこそ、ガンダムは難しい、わけだが、そのモビルスーツがどんな職種を象徴して、何を、どうすれば、評価、それは上がるか？それはできません。それは客に聞かないと。作品として発表した時点で補正はもうできないのに盛大にダメ出しされてしまう理不尽。答えそれは全く、暗雲の中だ。そしてそこは、地雷原でさえある。これは漫画だから、と、漫画じゃねえんだよ、が同居した、そんな混沌とした謙遜さを回避できないと、きっと、というのは難しい。良くも悪くも、最初は、それでも楽か。